こんにちは、亀梨和也チャンネルムリーダーということでですね、私亀梨再び韓国にやってまいりました。ですね、今回は MLB 開幕戦ドジャース対パドレスのゴーイングでの取材でですね、来させてもらっております。空港で大変なことが起きたんですよ。ちょっと部屋帰ってお話しましょう。月が綺麗です。ああ、すごい素敵なお部屋に到着です。どん、あ、そったテレビがでかい。あ、冷蔵庫、あ、何も入ってない、ガビーン。え、なんか部屋のドリンク飲んでくださいって言われたのに何もない、やばい。どっか売ってんのかな。バスタブがここにあって、シャワーこっち、こんな感じ。お水はあるけど困った。明日もでも6時半とかにはもう起きなきゃなんで、もう外で見たいんだよね。どこにコンビニあるかもわからないしな。ちょっとお話ししましょう。今時の前に大変なことが起きたんです。皆さん聞いてくださいよ。そうなんです、まあ無事に東京出発して着くじゃない。で、預けてた荷物が、まあ、僕のもあったんだけど、待てど暮らせどメイク道具とかが入っているカバンが出てこないと。で、なんかその預けてたバッグと似てるものがずっとあって、空港の係の人に一生懸命スマホと拙い英語でなんとかこういろいろ会話をしてたんですけど、きっとこう似たバッグを誰かが持って行ってしまったと。で、どうするかっつってなんかいろいろなんか連絡を取り合ってもらったんですけど、結局は連絡がつかず航空会社のカウンターとかもやってないみたいになって、で、僕は明日7時とかにはスタンバイしてロケ行かなきゃいけないので、明日の朝には絶対必要だってことで、どうしようってなって、ちょっとこっちのお友達とかに急遽朝準備メイクとか髪の毛とかをやってくれる場所がないか確認今現在してもらってます。もう夜中の12時半なんで。大変なことが起きちゃいました。スペインの時はね、衣装の入ったスーツケースがロストバゲージして、今回は間違って持ってかれちゃったという。まあでもとにかくちょっといろいろなねことが起きてますけれど、明日はいよいよ取材開幕戦ですから、ちょっとお勉強しつつ今日はもう寝ようかなと。明日の朝どうなることやら、まあどうにかしましょう。はい、じゃあまた明日の朝、おやすみ。 Day 1。おはようございます。ですね、バッグが今朝早い段階で間違って持って行ってしまった方から、どこどこにいるので取りに来てほしいという連絡があったそうです。まあ無事に見つかりました。ですがちょっともうこちら的に取りに行って準備してっていう時間がないので、昨日ですね、友人がこっちのメイクできる場所、なんか結構芸能やられてる方とかも、まあ、日本でいうところの、その美容室とかでヘアとかメイクとかをしてからお仕事行ったりとかするみたいなんですよ。そういったところをちょっと紹介してくれて、急遽今日朝8時からやってくださるということが昨日のですね、もう夜中に返事来たんでありがたいですね。よかった、来てます、ちゃんとやってもらえるそうです。到着いたしました。早速行ってみよう。着きました。すごい、美容室の中にこんなメイクルームが。お願いします。じゃあ、
朝早くからありがとうございます。ねえ、고마워요、네、감사합니다고마워요네고마워요고마워요감사합니다메이크를途中で直すものもお貸ししてくれたみたいで今日明日もなんか来たいなって感じです。それじゃあ早速まず球場の前になんかちょっとロケをするみたいなんでそこに向かいます。これからですね Going の収録をします。村山さんがいますね。公園か。さあネクタイを映像を見ながら鏡側に海外ロケとかはスタイリストさんとかもお洋服引き渡しでやるので結構現地に一緒に同行しているスタッフさんとかがスーツとかのアイロンとかもしてくれるんですよ。鏡代わりの余地これも外さなきゃね。気を取るんですけど、ちょっとなんかカッコつけてるじゃん。カッコつけてるじゃん。ちょっと踊ってたりするな。踊る？踊る？ずっとここでなんかちょっとポーズをしてるような感じ。踊ってればいいの。はい。BTS のバター。ランチタイムです。お腹です。お腹ペコペコペコパよ。で今日はサムゲタンを。最近サムゲタンって韓国来てあんま食べない。昔まあ韓国来たら絶対サムゲタンだったのに今いろんな料理を覚えたのでちょっとね。こんにちは。さあ皆さん来ました。韓国に最初にねこうやってでもどこもあるかニンニクとかインタビュー前なんでねちょっとにしときましょう。いただきます。うん、ね、これめっちゃ食べたい。ニンニク
これはさすがに我慢です。韓国に着いて1食目ですね。空港で6時過ぎぐらいにご飯食べて以来だから18時間ぶり。俺お腹すくわ。 MLB の取材ということで来させてもらいましたけど、大谷選手でいうと僕自身は日ハムにいる頃から一緒にこうキャンプ練習参加させていただいたり、ピッチングを教わったりとか、対談をねがっつりさせてもらったり、本の方でもやらせてもらったりとか、だから長いですね、入ってすぐの時からなんで。でメジャー1年目もエンゼルスのね行かれてからも1年目に取材もさせてもらいましたし、定期的にお会いさせていただく機会があって、だ今回でいうといつぶりだ、昨年でいうとだから WBC も取材させてもらって、その後にエンゼルスも見に行かせてもらってますから、カブスタイルだからもうちょうど半年以上、まあ7、8ヶ月ぶりですかね、この後来ましたよ、早い早い。ああ、神様にだー、おいー、来ました。競技の価値なんですよ。来てくれる、チェルモッケスメニザー、ドーン、オープン。うわーうわー、美味しそう、最高。いただきましょう。いただきます。うん、あれこれホクホク、これでいい取材できる。上田さん、めちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃマシっすよ。突っ込まれまくりロケのために6時起きっていう。まあ町紹介とかもしました。最高です。そう、最近で言うとサムゲタンがタッカンマリ派になってて、うん、あでも美味しい。でもサムゲタン初めて知った時は衝撃的な美味しさで、なんだこの食べ物はっていう。東京でも日本帰ってもパウチああいうの買って結構食べてた。賞味期限も結構持つし、もう仕事で家族帰ったりするともう料理めんどくさいなっていう時は、そういったパウチとかでサムゲタンって時すごいハマって食べてました。またいいな、やろう。今日はこの後球場に行ってグランド取材、楽しみだな。球場の周りもきっと盛り上がってると思うし、日本のねお客さんも本当遅いですよね。昨日夜の便だったけど、なんかイミグレで待ってる人とか、みんななんか楽しみだねなんて話してる人も結構いたんで、結構行かれる方いるんじゃないかな。しかしありがたいですよ、こんな記念すべき開幕の瞬間をね、ここに立ち会える。周りの人に「スイーツ何してる？」とか聞かれたりして、「あごめん韓国行ってる」って、ジャニーズの取材に、いいなーってやっぱ みんなにめちゃくちゃ、すいません、約束です。ありがたき。さあ、ということでドン、もう残りわずかとなりました。私のサムゲタン寂しい。いつもご飯寂しい。最後はもうちょっとお肉ほぐして、完食です。美味しかった。いやー、めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。そして私亀梨、ちょっとここにね朝があるんですよ。寒いんだけどすごいアイスを食べたい。悩みに悩みに悩んで我慢します。
我慢しましょう。これから球場に向かいます。ちょっと韓国っぽい街でもヒートテック買ってマジ正解。今日寒い今日。さあということで球場到着しました。ここはですね、いろいろこうルールがあって関係者ゾーンとかそっちの方はちょっとさすがにやっぱ回せないということなので、僕はちょっとこれから中に入って取材してきます。もう目の前こっち球場なんですけど、ダーン、こんな感じです。取材行ってまいります。また帰ってきてからかな。はい、ただいま入ってまいりました。充実のフルフルでしたね、今日も朝から。いや見事、初戦はドジャースの勝利ということで、グラウンドでも結構試合前取材もできましたし、山本投手が第2戦の先発なんですけど、今日の練習終わりに立ち止まってくれて、記者会見にちょっと頑張って手を挙げてインタビューさせてもらって、久しぶりになって嬉しかったですね。大谷選手も近くで会見させていただきましたし、あのパドレスの練習のタイミングいろいろ会見と重なって、ダルビッシュ投手も松井投手にちょっとご挨拶できなかったんですけど、貴重なワールドツアー MLB のソウルシリーズ第1戦が無事終わりました。今ただいま深夜の1時です。終わってこちらのスタッフさんとボーイングチームでバババって今30分ぐらいで一気に焼肉を食べたんですけど、もう眠い。結局3時間睡眠で、今日もだと6時台から終わってるから頑張りましたね。でもすごい充実しました。これ持ってきちゃっていいんだよね、光るやつ。もう今日はここからシャワー浴びてもう寝ますよ。今日は明日もありますから。今日このヒートテックに助けられましたね。急遽韓国でゲットしたヒートテック。こんにちは、カルミニだ。そう、本当は長袖買おうと思ったんだけど、手に取ったらなんか半袖になっちゃってした。でもすごいですね、やっぱりね、ダルビッシュ投手も素晴らしい粘りのナイスピッチングでしたし、松井投手もね、初登板無失点で、で大谷選手はタイムにも放ってましたし、盗塁もね見事でしたね。本当にすごい。今シーズンは本当打者専念ということで、走塁の方もねずっとキャンプから取り組んでいらっしゃったようなので、そのあたりを初戦からねしっかり結果を出すっていうのは、ちょっと珍しいシーンもありましたけど、ベース踏み忘れかな、客席で見てると細かいね、これなんで今アウトになったんだっていうのがね、ちょっと分かりづらいところがあったりするんですけど、無事に帰ってきました。今日はいろいろ、本当にいろいろありましたね。まずメイクしてもらって、カムサミダ、ありがとうございました皆さん。そう、助かった。あと結構韓国の方に声かけてもらいましたね。もしかして亀梨さんですか。ソウルでやったコンサート昔行きました。嬉しかったです。じゃあ入っていきます。ずっと今日立ちっぱなしだったんで腰が痛い。こんなこと言っちゃダメ。今日立ちっぱなしだったんでさっきね全部仕事終わって焼肉さって食べ行ったっつったじゃん。サムゲタン食べてさ、で試合までいろいろ取材して、試合前にちょっとご飯食べようってなって、球場のご飯めちゃくちゃ並んでたんだけど、パッて変えたのがチキンだったんですよ、フライドチキン。でこんな箱根フライドチキンで食べ過ぎたね。ちょっと今日ジャンク的な
ものを摂取しすぎてる感じ。YouTube でこんなことをみんな見たいとか言ってくれてもありがたいんだけど、こんな感じのことでいいのと思うんだけど、でいろいろさ使わせてもらってるとありがとうございます。皆さんいろんなものをありがとうございます。いろんな皆さんの努力により生み出されたもので支えられてますね。疲れてくるとね、やっぱりね、眉間と、これはおでこ、取ることで、もうダメだ、眠いけど取ろう、頑張ろうって言って、今は辛いけど、これがね、明日の朝、ああやってよかったと思うんですよ。全然違うから、やるとやんないとじゃ。さあということで本日はここまでですかね。じゃあいずみお疲れ様です。ごめんなさいごめんなさい、今日ね全然もう撮るタイミングがなく、いやタイミングあったな、撮ってませんでした。無事に2試合試合を終えて、ゴーイングをね見てくださった方も多かったと思いますけど、いい対戦であったりとか、昼ご飯は球場の近くのユッケ屋さんに行ってきました。今も帰ってきて、まあ、今日ももう12時回ってますね。 MLB のねワールドツアー、ソウルシリーズの開幕戦を試合できたっていうのは、自分にとってもね、あの一つまた大きな経験をさせていただきました。明日帰りますので、以上で韓国旅となりますかね。はい、こういうパスつけてやってきました。ウィーチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます2日目全然撮ってない、本当にごめん